はい、2882回始めます、2882回はい、はい、6月11日火曜日に入りました。今日もね、順調にと言いますか、今日は早めに来ましたよ。そんなにニュースないんですけど、ちゃちゃっと10本ぐらいやって帰りたいと思います。はい、今日の2本目ですね、産経新聞からですね、パパ活で、またこれ事件というかトラブルというか、パパ活ね、皆さんやってますか？やらなくていいですよ、危険だから。本当にパパ活ってこれ単、なんていうかな、今風に言ってるだけでね、私は売春だと思いますけどね、これ、個人売春、はい、パパ活相手に多目的トイレで性的暴行かっていうことで、まあ暴行したのが男、暴行されたのが女性っていう形ですけど、まあパパ活だから、容疑で男を再逮捕ってなってますね。京都市警、パパ活名目で会った女性に性的暴行を加えたなどとして、京都府警宇治署は、10日だから、あ、昨日じゃないですか、強盗と不同意性交の疑いで、宇治市の自営業、陽一っていうのかな、ちょっと難しいな、世界の線に数字の1って書いて、聖一っていうのかな、陽一達弘被告、50歳、不同意性交罪で起訴済みを再逮捕したと、同意を得ていたと、供述して、容疑を否認しているということで、まあ、パパ活で、不同意性交、パパ活で、まあ、そういう話だったんじゃないのかなと思うんですけど、違うのかな。再逮捕容疑は4月21日、宇治市内の、雑居ビルの多目的トイレで、20代の女性に性的暴行を加えたほか、受け取った下着の代金の支払いを免れたとしていると。これパパ活のそのサイトで下着の、まあ、下着のやり取りをしようと思ったんですね。これ宇治署によると、容疑者と女性は交流サイト SNS で知り合い、パパ活をする約束で落ち合ったと。で、容疑者は女性がその場で脱いだ下着を買い取ると持ちかけ、トイレで下着を受け取った後に性的暴行に及んだということで、まあまあまあ、パパ活、50歳の自営業のこの男が20代の女性とその SNS でやり取りしてパパ活ということで、で、おそらくこれ下着、その場で女性に下着を脱いでもらってそれを買い取るという約束をしてたんだけども、下着を買い取っ、お金払ってないのかな、これ。お金、強盗と不同意性交だから、お金払わずに下着をもらって強盗したと。その上、お金払わずにね、不同意性交したってことなのかな、これ。まあいずれにせよ、これね、これでもこの被害に遭った女性もよくこれ警察に言ったんでしょ、これ。ね、なかなかね、これパパ活とかこういうことされても女性言いにくいと思うんだけどね、結局売春する目的で、私売春しましたって警察に言うようなもんだからね、これね。もともとこれだから下着のやり取りの約束だったんでしょうかね、下着の約束だったんだけども、金払ってもらえない上にやられちゃったと、多目的トイレで、ということでしょう。まあ本当にね、なんていうかな、パパ活やらない方がいいですよ、男も女も、まあ今梅毒とか性病がね流行ってるっていうのも、このパパ活っていうのかなり多いと思いますよ、原因っていうのは。あとこのパパ活やってる女性の方ね、素人の方もいれば、もう夜のお店でね働いてて、その性風俗産業の方もたくさんいるらしいし、夜の商売の方で稼ぎが足りないからパパ活でね、
あの生活費の足しにしてるって方もいるだろうし、うん、まあ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 、あの危険極まりないよね、こうやって、うん、下に買い取るって話だったんだけども、結局お金払ってもらえないとかね、その上こうやってやられちゃうみたいなのもいるんで、あの女性の方もやっぱり危ないよ、うん、危ない危ない、手出さない方がいいよ、うん、一生もの傷になるかもしれないしね、これね、下手したらね、ほんと殺されちゃうかもわかんないからね、これ、うん、うん、もう、うん、不運だから、この辺は、もう、どんな人が出てくるかわかんないからね、これ、やりとりではわかんないからね、これ、人間なんていうのは、うん、はい、ということで、で、男性側も、これね、うん、まあまあまあ、どういう約束であったのかわかんないけど、こうやって、ね、パパ活で会ってる、まあ、そういう約束してたのに、そういうことしたら不同意性交だって騒がれる可能性ありますからね、これ、うん。あとね、最初女性と待ち合わせて女性だけだと思ったら後ろから男性5人ぐらい出てきてね、ボコボコにされて財布とか盗まれるっていうのもしょっちゅうね、つつもたせしょっちゅうありますんで、男性諸君もね、気をつけてください。はい、本当に男性の方、こういうね、セミプロ相手にするぐらいだったらもうプロのお世話になった方がいいですから、はい、いろんな意味でね、安全だし、はい、ということですね。はい、京都宇治市でパパ活名目であった女性ね、不同意性交の疑いで再逮捕されたと。あと強盗ってなってますけど、強盗ね、下着のやり取り、この下着のやり取りね、これまた分かんないんですよね、私ね、昔からありますね、これね、昔ブルセラとかいうのありましたよね、なんか女子高生かなんかが脱いだパンツとかね、そういうのを買い取るみたいなね、うん、昔からあるね、これね、私はこれまるでないんだな、こういう趣味は、うん、全く分からない。困っちゃうけどね、その家にそういうのがあっても、うん、ね、なんか突然ね、死んだ後にね、家の中からその女性の下には何枚も出てくるっていうのも格好悪いしね、うん、ただこれ一回やるとこれコレクターみたいになっちゃうのかな、分かんないけど、多分、うん、やだけどね、私は、うん、うん、まあ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 下にね、はい、ということで、まあ、下着が好きな方、変態とは思わないんだけど、昔からいるからね、下着泥棒とかね、うん、変態っていう感じはしないけどね、まあ、若干変態っぽいね、下着は、はい、ということです。はい、パパ活ね、やんない方がいいと思いますよ、皆さん、はい、気をつけてまいりましょう。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。